さて、ここで、えー、位取り奇数法で実際に与えられた数を表すという実践的な問題、それを考えましょう。実は、二つの根本的に反対方向からのアプローチがあります。一つはごく自然なものでありますね。えー、受信法で表すという場合であればですね、与えられた数が あ10の0乗、10の1乗、10の2乗、10の3乗、10の4乗、点々点々っ10の累乗で作られる、この系列の中の、まあ、最上位、どのあたりから始めるのかな、ということを考えるということですね。まあ、例えば、あ今日、給料日です。給料いくらあもらえますって言ったに、まあ、一番皆さんが関心があるのは、1円玉が何個あるかとか、10円玉が何個入ってるかってことじゃなくて、 できたら1万円札が何枚あるかって。それが一番大事でありますね。上の桁が大切だっていうのは、しばしば大きな量を測るときにえ、その量が全体してどの程度のものかっていうことを知るために大事なわけです。えー、例えばスーパーマーケットなんかでよく出てくる、1キュッパーとか2キュッパーとか3キュッパー、9、9、8っていうのは多いらしいんですけど、 2円足せば、それぞれ1キュッパって200円と、2キュッパって300円となるだけなんです。大して変わらないんですが、最初の位が1であるとか、2であるとか、ちょっと小さいことが主婦の心を引きつけるようなんですね。で、それは一番大きな桁が大切だっていう、そういう認識に基づいている。まあ少し歪んでいるわけですけれども、まあしかし、えー、大きな位があ数の中でですね、 一番重要であるということには変わりない。で、そういう立場で、えー、数を決定するというのが9行目の例に書いてあることです。で、11という数を二進法で表現しなさいという問題を考えたときに、二進法の定2、そのの累乗、2の0乗、2の1乗、2の2乗、2の3乗、2の4乗、2の5乗、点点点点こういう系列を考えます。 1,2,4,8,16っていう形スですね。そうすると11という数は8と16の間に入る。もう16は飛び越えちゃってる。ということですね。ということは、11という数の中に入っている2の累乗の中で一番大きなものは2の3乗である。13行目のことです、ね。11は2の3乗と2の4乗の間に入るんだと。つまり、11というのは2の3乗プラス何とかっていうふうに表せる。 具体的には11は2の3乗プラス3と表せる。で、残りの3について、今やった系列の中で考えると3は2の1乗と2の2乗の間に入る。2と4の間だと。ということは3の中に2がの1乗が1個あって残りが1だと。で、残りの1は15行目。まさに2の0乗と2の1乗の間に入るわけですね。だから2の0乗が何個あるか。 ま、1は2の0乗が1個あるということです。で、こういうふうにして、11という数を、えー、1×2 の3乗、プラス 1×2 の1乗、プラス 1×2 の0乗。まあ、途中に 0×2 の2乗っていうのもあったんですが、そういうふうにして表されるということがわかる。でこういうふうにして、1011という二進表現が得られるということですね。 まあ、11という数。まあ、私たちはこれ10進法で表しているわけですが、それを2進法で見たときに、一番大事なのは何か。4桁目の、ね、一番上の位の1である。という、そういう考え方。で、その次に大事なのは2番目の位である。その次に大事なのは3番目の位である。こういう立場で考えれば、この例のようになります。しかしながら、実はもっとわかりやすい数学的な発想があります。それはですね、 17行目に書いて、以下に書いてあることで、上位からではなく、下位から決定するっていうことですね。例えば、給料をもらうときに1円玉が何枚あるか、それが問題だ。それが分かったら次に10円玉が何枚あるか、が問題だ。まあ、そういうふうに考える人は普通変人かもしれませんが、数学的に考えると、それが実は筋がいいわけです。というのは、18行目にあるような、789っていう十進法で表された数。 この789っていう数は一体789っていうのはどうやってって求まってるのかっていうと一番下の9っていうやつは789っていうのを10で割った余りの数だと。その10で割ると小78がたって余り9が出るわけですね。で、その小78を10で割ってやると余りが8であって小は7なんですね。8という余りが出る。 で、最後のその小を10で割ってやると余りが7。つまり、9、8、7っていうのはそれぞれ与えられた数789を10で割った時の余り、順番に求めたものなんですね。わかりますかで、この考え方は、実は22行目のように、789が 7×10 の2乗 ×8×10×9 であるということを考えれば、この全体を10で割れば9余る。もう見てすぐわかりますね。 で、9は省いたやつ、10で割った残りをさらに10でやれば8余るというの、すぐわかりますね。そして、その、を除いて、さらに10で割って、えー、っ余りがあ7というの、すぐわかります。というわけで、えー、ありまして、で、これを二進法に応用するとどうなるか。テキスト丸四ページの例ですね。十進法で表された11を二進法で表すには、 丸3ページでやったように上の桁から決定する代わりに下の桁から決定する方法がある。どういうことか。11を2で割る。2号の10で余りが1だと。この余りが1だっていうことで何がわかるか。求める二進法の数の1の位は1だってわかるんですね。その次に2番目の位、求めるには先ほどやった5を2で割ってやります。5を2で割ると小2がだって余りがまた1だと。 ということは、実は2番目の位が1であるということが分かる。下の方から1、1って分かりました。下の方から3番目を出すには、先ほど求めた小の2。2を2で割ります。2を2で割ると、えー、当然のことながらこれ割り切れるわけですね。小1が当たって余りが0です。ということは、下から3番目の位は0なんですね。で、最後の位。1を2で割ると余りが1で、当然小は0。 ありますね、で、えっと、余りを順番に並べればいいわけです。あまりを逆順に並べるということが大事です。下の位から決まってるということですね。で、上の位から見れば1011。こういう風うに表されるということです。 これは別に二進法でなくて何進法でもできるんですね。皆さんの中に時々これ二進法の変換にだけ有効だと思っている人がいるかもしれませんが、この方法がいかに自然であるかは十進法の場合を考えれば明らかなんですね。で、えー、というわけで、この方法が一般に適用可能であるということを理解するために、八行目以降問い、えー、ぜひやってみましょう。